1号艇の西村拓也選手です。西村選手、今節の船足の特徴としては出足型あるいは伸び型？出足型ですね。レース足とかの方がレースいて良さ感じるんで、出足とか手前の行き足よりですね。なかなか伸びが来ないというような話もありましたけども、極端にちょっと一回やってみたんですけど、乗りづらさとかすごい出たんで、こっち近辺の方が多分エンジンの特性的にも良さそうな感じはありますね。じゃあエンジンの特性を生かして今の足を生かしてということですね。そうですね。もうスローからと思いますんで、あまり変えずに行きたいですね。はい、明日1号艇ですけど、ピット離れは、波より多分ちょっといいですね。メンバー次第では出ていくような時もありましたもんね。そうですね、いい方と思います。はい、お越しからの行き足については何か不安あります？その辺がしっかりしてると思うんで、いいと思うんですね。そこは、あ、そこはもう大丈夫。はい、スタートは合っていますか？大体勘通りに行けてますけど、ちょっと風今節すごい変わりやすいんで、最後までしっかり見ていかないとダメですね。最後までしっかり大時計を見ながらスタートするということですね。はい、はい、明日整備なんか考えています？特にはないですけど、やっても外回りを少し触るぐらいでほぼノータッチでいきたいですね。少しだけということですね。そうですね。はい、ファンの方にメッセージをお願いします。しっかり時計見てレースしたいと思います。応援よろしくお願いします。2号艇の郷原翔平選手です。郷原選手、はい、今節の船足に関してまだ気になる部分というのはありますか？いや、もう気になるところはないです。はい、少しずつ少しずつ良くなってきたと思うんですけども、はい、一番課題だったその伸びの上積みもなんかできたみたいですけども。そうですね。でも優勝戦入ると伸びはちょっと劣勢かなとは思います。このメンバーではちょっとまだという感じはあるんですね。はい、はい、ピット離れどうですか？ピット離れは普通は行きますね。普通はあると。はい、お越しからの行き足その辺どうですか？は、そこが一番いいかなと思います。今節、はい、行き足がいいから、伸びはちょっと弱いけども、はい、なんとかなりそうというような感じですね。そうですね。レースはしやすいです。はい、スタートは合っていますか？はい、昨日ぐらいからカウント合ってきました。カウントしっかり合ってきたということで、はい、大丈夫ということですね。はい、そうですね。はい、明日の整備なんかしますか？いや、もう整備は考えてないですね。プロペラ微調整ぐらいで、じゃあ明日乗ってプロペラ微調整のみ、はい、ということですね。はい、じゃあファンの方にメッセージお願いします。はい、足屋なんで優勝目指して頑張ります。お願いします。3号艇の瀬野忠之選手です。瀬野選手、今節の仕上がりはどんな仕上がりですか？スリットからの足もいいですし、回ってからの足もいいと思います。レベルで言えばどの辺でしょう？もう上位クラス？そうですね、上位はあると思います。上位はある、はい、ピット離れに関してはどうですかね？今節ね、だいぶ考えてたみたいですけど、ピット離れ悪いんですけど、その悪いなり そのやり方で今対応してる、してます。なんとか技術で出ると言いますかね、うまく調整取ってっていうタイミングを取って出れば大丈夫、はい、はい、と思います。はい、お越しその辺どうですか？はもう問題なく大丈夫です。スタートの見え方は、もうスタートここ1年2年どこ行ってもダメなんで、ですね。順位はなんかいいスタート行けましたよね。外が早かったんでついていってたあ、そうですか。はい、はい、さあ明日の整備はどんな風に考えてます？もうプロペラの微調整だけで、天候に合わせて、天候に合わせてですね。はい、はい、さてそれではね、ファンの方に何かメッセージありましたらお願いします。はい、明日優勝できるように一生懸命走ります。4号艇の山本孝之選手です。山本選手、今節の仕上がりに関して納得できていますか？このエンジンにしてはいい方だと思います。このエンジンにしてはいいところまで引き出せているという感じですかね？そうですね、何度か直線だけよくできていると思います。はい、ピット離れどうでしょう？は普通にみんなと一緒ぐらいだと思います。変わらないと。はい、はい、明日はそうですね、4号艇ということなんでしょう。出足とか求めてもちょっと厳しいと思うんで、
あの伸びをもっとよくできるようにしたいと思います、うん、じゃあ角の4コースということですかね。まあ、あの外の動きもあるんで、うん、まあ、あの枠番近辺には行きたいと思います。枠番近辺ということですね、はいはい、あとはそうですね、スタート今節はどうでしょう、見え方。いや、ちょっと決まってないんですけど、まあ、出したら何とかいけると思います、はい、明日の整備については。整備はしないと思います。あと、じゃあプロペラ調整。そうですね、はい、はい、ではファンの方に、何かありましたらメッセージをお願いします。優勝目指し頑張ります。お願いします。5号艇の高倉和人選手です。高倉選手、今節の船足、どの辺の船足が気に入っていますか。そうですね、最初は伸び寄りだったんですけど、今はバランス取れて、特に不満なところはちょっと乗り心地が悪いぐらいですかね、うん、あとは乗り心地だけ。そうですね、うん、はい。で、準優の足はどうでした、今日の準優の足は。そうですね、全体的に比較して強めだったのかなと思います、うん、そこがもう関東賞につながったということですね。そうですね、はい、うん、そうですね。明日5号艇なんですけど、ピット離れは、ピット離れは普通は言ってるんですけど、はい、普通ぐらいだと思います。はい、まあ、出ていくことはね。そうですね、いい人がいたらちょっと考えないといけないですね、うん、動きあります。動きはあのないんですけど、主張はしたいとは思ってます、はいはい、お腰からとかその辺では別に問題はないですね。もう、そうですね、その辺は異常はないですね、うん、はい、あとはもうとにかく乗りやすさということですね。あと課題は、そうですね、うん、スタートの見え方どうですか。スタートは全然見えてないですね。明日整備何かします。明日もしかしたらプロペラをちょっとやり替えるか考えてるぐらいで、うん、ちょっと明日乗ってみてから考えようと思ってます。乗ってみてから、はい、プロペラはちょっと変えるかもしれないと。そうですね、大幅にいくかちょっと考えようかなと思ってます、うん、ファンの方にメッセージをお願いします。ちょっと今節スタートもいけてないし、あんまりいいレース少なかったんですけど、順位はなんとか突破できて優勝乗れたので、明日はまたいいレースをお見せできるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。6号艇の森永純選手です。森永選手、はい、今節の船足なんですけども、どの辺の船足がいいですか。たまりがだいぶ良くなりましたね。直線関係はどうでしょう。まあ、最初良かったんですけど、まあ、でもターンの方にだいぶ寄せてきたので、うん、まあ、こっちの方が納得してます、うん、まあ、こっちの方がまあレースしやすいかなという感じですかね、はい、ピット離れに関してはピット離れはまあ普通遅れることはないですね、うん、まあ、普通で、遅れることはない、はい、明日は6号艇なんですけど、どうしましょう、はい、でもそれはもう6コースでしょ。6コース、僕はもう6コースです。6コースです、はい、はい、うん、あとはね、スタートの見え方、うん、それから景色なんか、その辺どうですか。なんかダッシュ全然分かってなくったんですけど、まあ、この北西の風に追い風になった方がまだ分かりますね、はい、この今日の風なら大丈夫と、うん、大丈夫だと思います、はい、うん、スタートの見え方はもう今日の風なら大丈夫、はいはい、明日整備なんかしますか。ちょっとね、ギアケースとリードバルブをちょっと考えてるんで、まあ、気候とかその辺見てちょっとやろうかなとは思ってます、うん、まあ、ギアケースとプロペラぐらい、うん、ですね、それと、はいはい、優勝戦はさあ明日どう戦いましょう。6コースから、いや、もう展開、今日みたいな展開くれるしかないですね。そうですか。ではファンの方にメッセージお願いします、はい、6号艇ですけど、展開つける足はあると思うので、まあ、ちょこっとでもいいので買ってください。